はい、こんにちは、金子でございます。ということで、今日なんですけども、なんと、さかなクンから、また、海鮮ボックスをいただきました。それがこちら。こちらです。さかなクンが送ってきてくれました。2日前に連絡があって、明日漁に行くんで、面白い魚があったら送りますよっていう風に連絡がありまして、いいんですか、ありがとうございますということで送っていただきました。僕も何が入ってるかもう全くわかりません。よし、じゃあちょっと開けてみますね。ほい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 、よいしょ。うわぁ、お手紙が入っております。こんにちは、立山の漁師様の定置網漁業で金子様の大好きなギマちゃんが取れました。あ、ギマが入ってるんですね。さかなくんちのカキちゃんと魚一緒に送らせていただきますね。それでは、こちらをさばいていくっていうことでね、素敵なお手紙とステッカーをいただきました。これめっちゃレアじゃないですか。さかなくんちで取れた柿、激レア柿ですね。これも食べましょう。え、でもギマだけじゃないですよ。なんかめっちゃいっぱい入ってるわ。うわー、すげえ。ちょっと開けていきますね。まずこちら、じゃん、ギマですね。ギマちゃん、これ美味しい魚なんですよ。これね、こうやってヒレがあってこれ立つんですよ。で、立ちギマとも言うんですよね。めっちゃたくさん入ってるわ。まあ、さかなくんありがとうございます、本当に。あれ、何これ、どっちも変えなくなった。ちょっと待って、これすごい仕組みに気づいた。多分ね、伝わりにくいけど、こうしまわれてるじゃないですか。これを立てますと、はい、これ立ちましたよね。そしたら、ほら、戻んなくなるんですよ、これ。全然、これ、めっちゃ力入れても、戻らないっていう。これ、初めて知ったな。すごいシステムだ。ギマちゃんがたくさん入っておりますよ。はい、そして、次、こちら。ギマちゃん以外の魚も入ってました。これが、アイゴですね。今の時期、すげえ多い。僕の近所の漁港でも、船のロープの周りにいっぱいこの海藻が生えるんですよ。で、その海藻をたくさんつついてました。今の時期ね、湧くんですよね、アイゴが。そしてこれが、なんだろう、これヒゲダイかな、ヒゲソリダイかな。これもね、こっちでたまに取れます。かっこいい魚ですよね。で、これがヘダイちゃんですかね。で、これが金時ですかね。で、金時がもう一匹入ってました。で、マダイですね。マダイのちっちゃいやつ、チャリコとも言いますね。そして、あとこれもいっぱい入ってました。イサキですね。イサキがいっぱい入ってます。はい、そして最後、これすごいのが入ってる。じゃん、ハコフグが入ってました。ハコフグでもいろんな、ね、名前があるんですけど、これなんていう名前なんでしょうかね。これハコフグなんて市場に売ってないですからね。というわけで、こんな感じのラインナップですね。よし、そしたらこちらのさかなクンからいただいたお魚を使って、今日は握り寿司を作っていきますか。お寿司でいきたいと思います。じゃあまずはギマいきたいですよね。ギマ、大きいとこいきますか。このヒゲソリダイいきましょう。ヘダイもいきましょうか。で、イサキもいきましょう。で、キントキもいきます。ハコフグはこれどうなんだろう。なんかね、これ某テレビ番組でなんか肝をこれ食べてた気がするんですけど、フグの肝はちょっと抵抗ありますんで、これはね、干してなんかオブジェかなんかにして飾っときたいと思います。じゃあ今日はこういう感じのラインナップでいきたいと思います。じゃあまず頭と鱗を取って処理していきます。そしたら鱗を取って内臓を取っていきます。ちょっと鼻声で申し訳ない。季節の変わり目でね、少し寝冷えしてしまいました。皆さんも気をつけてくださいね。そしたら内臓を取っていきます。頭と内臓を外していく。お、イサキ物いいな。こういうね、ちっちゃい魚がうまいんですよ。これ手間かかるんですけど、本当に美味しいの。身質がきめ細かくてね、手間がかかったり鮮度が落ちたりするのが早いんですけど、こういうね、小魚をバカにしちゃダメですよ。このちっちゃい魚たちがどんなお寿司になるのかね、楽しみですね。僕最近すごくね、お寿司も勉強してるんですよ。あれはでも奥が深いわ。うわ、これめっちゃ物いいわ。このヘダイ、立山の魚すごい物いいですね。うわ、このヒゲ剃りも物いいな。で、昨日取れたやつ送ってきてくれてるんで、すごく鮮度がいいです。ツノギマいきましょう。ツノギマちょっとね、剥き方がね、特殊なんですよね。まずお腹、ここ切ります。ここ外して、そしたら尻尾ですね。このラインに1本入れます。こう入りました。そしたら背中の方のこっちにも入れます。こう入ってます。そしたらここにも、背中のここにも1本入れます。
このライン全部切れ込みが入ったら尻尾の方からこうやって剥いていきます。尻尾の方からピロッピロッと、はい、こんな感じ。ってかすごい肝入ってるわ、これ全部肝ですよ。いい萩、これめちゃくちゃうまいと思うんだけど、これ鮮度も最高だわ。これね、今日はお寿司にしますけど煮付けも最高にうまいんですよ。カワハギとはね、またちょっと違ったハギ系の美味しさがあるんですよ。そしたらここで内臓を取っちゃいます。よし、そしたら頭を落としていきます。うわ、これすごいな、この肝の大きさ。え、体の半分ぐらい肝ですよ、どういうこと。うわ、こっちもすごいわ、マックスに肝が入ってる。で、鮮度がいいから全く臭くない、これはお寿司になる。そしたら肝は日本酒と少しお水を入れて、その中に少しつけて洗っておきます。で、今日ちょっと別件でセカちゃんの撮影でご飯たくさん食べてしまったので、ちょっとお腹いっぱいなんで明日握りにしたいと思いますんで1日置きます。内臓だけね、早めに出しとかんと傷んじゃいますんでね。せっかく鮮度いいまま送ってくれたんでね、このギマをちょっと片方だけ昆布締めしておきますか。せっかくなんで3枚におろして、で、僕何気にね、このギマのお刺身とかお寿司、これ生で食べるの初めてです。すごく楽しみ。ピカピカ、鮮度抜群、めちゃくちゃ肉厚ですね。僕の住んでる地域でもこれ取れるんですよ。で、めちゃくちゃ物がいいんですけど、立山のやつもすごく物いいですよ。で、昆布は1日漬けますんで、お酒でしっかり戻します。今回はあんまりカラカラの状態で長い時間挟んじゃうと全部水分持ってかれちゃいますんで、ある程度このお酒でふやかしておきます。じゃあこのイサキとかも全部3枚におろしておきます。皮は引かないでおきますね。3枚におろすだけ。はい、おろせましたら塩水にくぐらせて少し洗っていきます。はい、洗えましたらザルにあげていきます。そしたら水気を切っていきます。ここで水気をしっかり切るのがポイント。水気は痛みの原因なんでね、水気はしっかりと落としていく。そしたらネタケースに入れていきます。イサキ、ヒゲソリ、キントキ、ヘダイ、よし。はい、そしたら昆布が完璧に戻りました。少し日本酒拭き取って、で、そこにツノギマですね、置いていきます。肝も一つだけ試しに昆布締めしておきますか。今日は真昆布で締めていきます。そしたらラップで締めていきます。はい、こんな感じですね。はい、これでネタケースに仕込んで明日に行っていきます。じゃあ明日に移動。はい、1日経過しましたと。さあ、どんな感じかな。じゃあまずはこの昆布締めから見ていきましょうか。さあ、どうですか。おお、いいね、この糸の張り。うわ、しっかり使ってますね。うわ、いい匂い、おいしそう。うわ、肝もカッチカチで、このツノギマの肝ってすごく硬いんですよ。なのであん肝みたいにホイルで包んで蒸してみようかなと思います。どうだろうな、溶けちゃうかな。いってらっしゃい。じゃあ皮剥いでいきます。まずはイサキちゃんですね。この大きさなんで血合い骨だけ抜いちゃって1枚で握りましょうか。ペーパーの上に置いて形を整えて格子状に
切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じ。これであと握るだけですね。ごめんなさいね、今日ちょっと声がねこもってますけど、完全に喉から来る風邪だなこれは。皆さんも本当気をつけてくださいね。季節の変わり目は体調壊しやすいです。金時も同じように格子状に入れていきます。へだい、マナジとも言うんでしたっけ。うわ、これすごい油びっちりだ。ほらすごい油、テッカテカ。これはねちょっと大きいので切りたいところですね。半分に割ってこう入れて、こんな感じで握っていきましょうか。はい、次こちらヒゲダイですね。多分これヒゲ剃りじゃなくてヒゲダイだと思います。ヒゲ剃りもちょっと大判で切っていきましょうか。こんなもんで、で次こちら角際ですね。角際の昆布締めじゃない方ですね。これも半分に割っちゃって、でこれも間に包丁入れてこういう風に握っていきましょうか。こんな感じで、こっちが昆布締めにしてある方の角際ですね。うわ楽しいな、こうやってお寿司って切り込んでる時も楽しい。どういう風に握っていこうかなって考えるのがいいですよね。はい、これが昆布締めですね。で肝ですね、肝もお刺身の上に乗っけたいのでこのぐらい切っておきます。はい、ではネタが揃いました。皆さんこれ見てどれがどれか分かりますか。これがイサキ、これが金時、これがヘダイ、これがヒゲダイ、でこれが角際ですね。そしたら今日僕プライベートで釣りに行ってたんですよ。カワハギが食べたいなと思って。でも前たくさん釣れたポイント全然カワハギいなくなってて、3人で5時間ぐらいやってたんですけど、結局10匹ぐらいしか釣れませんでしたね。やっぱね時期ってあるんですね。前は入れ食いだったんだけどな。海はねその日によって顔が違うんでね、これがまた面白いんですけどね。みんなで1匹これ残してありますんで、これもお寿司で食べちゃいます。おお、相変わらずいい気もしとるね。本当に綺麗な色しとる。あ、全然カルキ臭くないですね。もうカルキ臭いのはこの段階で臭いですからね。赤っぽかったりちょっと茶色っぽかったりするんじゃなくて、このピンクっぽい肌色、これが最高。油バッチリの肝です。油肝。じゃあさーっと下ろしていきます。はい、そしたら肝がいい感じになりましたと。見た感じなんか溶けて、わでも柔らかいな。うわこれダメかも。ほら出てきちゃってるわ。あん肝みたいにあんな固まってない。わどうだろう、ちょっと冷やしてみます。そしたら酢飯を作っていきます。少し固めに炊いたお米に合わせ酢を入れていきます。よし、では握っていきます。お皿はこういう長いやつ。わさび、小ネギも少し刻んでおきます。では握っていきます。ではまずイサキから。わさびをちょっといっぱいつけますか。で玉を作ったら乗せて、1、2、3、4、5とイサキの握り、意外と様になりましたね。次金時鯛、こちらが金時鯛、ヘダイですね。これうまそうなんだよな。お、握りやすい。はい、こちらヘダイ、ヒゲダイ、はい、ヒゲダイ。昆布締めしてない方の角際、さあどうなんでしょうね。角際で、ここに肝を乗っけて少しネギ乗せて角際、
そしたら次はこちら昆布締めしてある方のギマですね。でここにも肝を乗せて、で昆布締めの方にはネギではなくて昆布を乗せておきます。はい、こちら昆布締めですね。はい、次釣れたてのカワハギ、千葉館山の魚と愛知県のお魚の、これはねコラボです。もう実質コラボ動画みたいなもんですね、これは。うわ、めっちゃいい感じ。カワハギの握り、なんかお稲荷さんみたいですね、形が。これかなりうまそうだな。そしたらこの肝ですね、この肝を乗せていきます。よいしょ、はいと。でネギを乗せて、はい、こちら千葉館山さんのお魚と釣れたてカワハギの握りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。柿も剥きました。柿はデザートでいただきます。じゃあまずこちらにお醤油をつけていきましょうか。まずはイサキ、金時鯛、ヘダイ、ヒゲダイ、ツノギマ、ツノギマの昆布締め、カワハギ。じゃあ左からいただきます。こちらのまずイサキですね、千葉館山のイサキ、いただきます。うまっ。うわ、柔らかくて美味しい。程よく脂もあって最高ですね。じゃあ次こちら金時いきましょうか。鱗が頑丈のやつ、いただきます。うん、あ、こちらはね歯ごたえがあって噛めば噛むほど美味しいね。そしたらお飲み物いきます。せーの、でん、最近ハマってるやつ、お湯にこのしょっぱい梅干し入れて梅を潰して飲むのにハマってます。これめちゃくちゃ温まりますからね、寒い時期最高ですよ。一日一粒梅干し食べるとすごく健康にもいいと言いますしね。いただきます。うわー、美味しい。お寿司に合うわ。じゃあこちらヘダイいきます。うん、うまっ。これヘダイうまっ。バターのようなねっとりとした濃厚な脂持ってますね。うわ、梅と合うわ。ほんであんなちっちゃかったのにね、脂すごいですわ。じゃあ次こちらヒゲダイ。これね、握り方も結構なんか上手になってきてないですか。自分で言うのなんだけど、なんか様になってきた気がします。いただきます。うん、歯ごたえすごいな。じゃあ次はツノギマいきましょう。こちらの昆布締めいただきますか。いただきます。うんふんふんふん、なるほどね。ちょっと肝だけでいってみます。あー、こんな感じなんだ。初めてツノギマを生で食べてみましたけど、やっぱり本カワハギと比べて少し甘みを劣りますけど、臭みもなくてうまいな。で身は結構淡白ですね。あ、俺ねこれ昆布締めしてない方が好きかもしれない。普通の握りの方がうまい。今日釣ったカワハギ、いただきます。うまっ。うん、ツノギマとはまた違うジャンルの美味しさがありますね。いや、でもツノギマの寿司もうまいな。こう食べ比べしてみるとよくわかるんですけど、鮮度良かったらお刺身もありなんだね。あ、あれどうなったんだろう。ホイル蒸し見た時ね、もう脂が垂れてきちゃってて、とってもとってもな状態でしたけど、あ、意外と原型とどめてますね。ほらほらほら、いい感じ。でこちらポン酢ではいかずに、あえてシークワーサー醤油でいきます。いただきます。うん、うわ、なんか油分がすごいなこれ。うわ、この食べ方はちょっと失敗かもしれませんね。ものすごく脂っこいあん肝って感じですね。じゃあこちら最後、激レアフルーツ、さかなクン家になってた柿。こんなん超ご利益ありそう。いただきます。うん、うまい。甘くて美味しいわ。普通に美味しい。昔ながらの美味しい柿って感じですね。日本を感じます。それじっくり食べていくよ。
ごちそうさまでした。ということで今日はさかなクンにいただいた立山ボックスから出てきたお魚を使って握り作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。立山の魚はうまい。で今回もね、いろんな面白い魚を送ってきていただきまして、本当にさかなクンありがとうございます。ギマを初めてあえて生で食べてみましたけど、意外と美味しいですね。本ギマとはまた違ったね、肝のねっとりとしっかりとした感じで、身もねかなり歯ごたえがあって面白かったですね。はい、というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。